本日は深夜に食べても太りにくい高タンパクの4つのスープを紹介します。皆さんこんにちは、まいです。今日はレンジで簡単に作れる高タンパク低カロリーなスープを4つ作っていきたいと思います。なんかダイエット中って夜遅くにお腹が空いてどうしても食べたくなる時ってないですか？今日のレシピは高タンパクで低カロリーでレンジで5分ぐらいあれば簡単に作れるので、そんな時におすすめかと思います。この動画を最後まで見ていただけますと、夜遅くに食べても太りにくいレシピのレパートリーが増えるかと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは調理を開始していきます。こちらが材料です。スクリーンショットを撮っておくと便利だと思います。今日のスープはすべて洗い物を少なくするために耐熱の容器に入れて、そのままレンジで加熱します。おいしい。ニンニクが入ってるのでツナ臭い感じも消されて、お豆腐とツナがすごく合うので、このスープはおすすめです。簡単にできるのでぜひ作ってみてください。
美味しい。梅干しを入れることですごくさっぱりしていて、オクラのとろみ粘りとかがすごく美味しいです。お豆腐もオクラとすごく合って、ツナも入っているので食べ応えもあります。美味しい。豆乳の優しい味とお豆腐がすごく合います。このスープがまずすごく美味しいです。豆乳とめんつゆもすごいシンプルな材料なんですけど、クリーミーな中に甘みもあって、でお豆腐としめじで具材でボリュームもあるので、小腹が減った時にぴったりなスープだと思います。これ私このスープの味一番好きかも。There's a highway out of this town and the stars light it up as they shine on down. She's driving off in this world alone. No, she ain't never going home. She lights a cigarette, puts one end on the steel wheel, and the radio plays her favorite songs. And if the lyrics get messed up, she won't give up and sing along. She sings along. The girl is always, is always on the run, faster than the bullet from a gun. The girl is always, is always on the run, faster than the bullet from a gun. She said so long, got rid of her phone, she ain't ever going home. She sold all her stuff, it reminded her too much of him. From the couch to the sheets that they've been sleeping in. Now she's kissing brand new lips and trusting brand new eyes. I'm sure that they don't realize it's in her eyes. The girl is always on the run, faster than the bullet from a gun. いただきます。うん、美味しい。うん、あとい。卵がふわふわです。レンジで卵ふわふわにできるってすごいですよね。卵のふわふわした感じとお豆腐のプルプルとつるっとした感じがとてもあって、スープも優しい味でとても美味しいです。
お腹も満たされるし、タンパク質も取れて大満足スープです。水を温めるためにレンジでお豆腐入れてそのまま一緒に温めたんですけど、お豆腐が結構ボンボンって落として破裂しそうな感じになるので、まあ2分じゃなくて1分50秒から2分ぐらいを目安にレンジを見ながらちょっと見守っていた方がいいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございます。何かわからないことや作った感想、リクエストなどぜひコメント欄に書いてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。